エドガー・ウォーレス・リチャード・ホラティオ・エドガー・ウォーレスは、イギリスの作家。1910から20年代に推理、スリラー小説で一大人気を誇り、また、ロンドンに生まれ、様々な職を経験の後に陸軍に入隊し、第二次防ア戦争に従軍、南アフリカで通信記者を経て、帰国後にスリラー作家としてデビュー。非常に多産で、当時イギリスで読まれた本の1、4は、 ウォーレスの作品だと言われたほどだった。1931年の総選挙で敗れた後、アメリカに渡り、ハリウッドで映画の脚本を手掛け、植民地の創造力による、キングコングや、ジェイジーリーダーものの推理ドラマ、グリーン・アーチャーものを残した。作品は5000万部以上を売り上げ、エコノミスト誌では、20世紀で最も多産なスリラー作家の一人としている。ロンドンのグリニッチ アシュバーンハーム通りで俳優である両親、リチャード・ホレーショ・エドガーとメアリー・ジェーン・ポリー・リチャーズの死生児として生まれる。母メアリーは1843年リバプール生まれ、一家で営む劇場で働いていたが、貿易商船の船長だった夫に種別し、ポリー・リチャーズの芸名で女優となる。1872年にマリオットファミリーの一座に参加し、 その一家の保冷所エドガーとの間の子供、エドガーを産み、助産婦の友人で10人の子持ちだったビリングズ・ゲートの魚屋であるフリーマン夫妻を紹介されて養育を依頼した。エドガーはリチャード保冷所エドガー・フリーマンとして幸せな幼年時代を過ごした。メアリーは1878年頃には養育費を払う余裕がなくなり、フリーマン夫妻はエドガーを養子にする。 12歳の時、ヨーフ・ジョージ・フリーマンは彼に十分な教育を受けさせようと、サザークロンドンと区別区ペッカムのセント・アルフィージ・ウィズ、セント・ピーター・寄宿学校に行かせるが、無断欠席を繰り返した。10代前半の彼は、フリート街近くのルドゲート交差点の新聞売り、牛乳配達、ゴム工場の工員、靴屋助手、船の調理師など多くの職に就いた。ルドゲート交差点には、 彼の新聞業界との出会いを記念する額が飾られている。また金を盗んだために牛乳配達を各種になったこともあった。1894年にテムズ川南岸デッドフォードに住むエディス・アンストリーと婚約したが、それを解消して不評体に入隊した。軍への登録名はベンハーノ作者ルーン・ウォーレスから取ったエドガー・ウォーレスとした。 その時の健康診断の記録では、スラム街で育った、彼は脅威が33インチしかなかった。1896年に、西ケントレン隊として、南アフリカに配属される。彼は、軍隊生活を嫌い、医療部隊への転属をはかりすんなり通ったが、そこは勤務は容易でも、より以上に不快なものであったため、報道部隊に再度転属し、ようやく居心地の良さを見出した。 エドガー・ウォーレス C18981902、ウォレスは1898年に、ケープタウンで、ラドヤード・キップリングに出会って、多大な影響を受け、詩と歌の出版を始める。この年に、最初のバラッと、失敗した任務、を刊行。ケープタウンでは、計3冊の詩集を刊行する。1899年に除退して、執筆専業となる。彼は、 アフリカに泊まって従軍記者となり第二次防和戦争の期間中最初にロイターの1900年からはデイリーメール紙や他の雑誌に執筆した1901年に南アフリカにおいてアイビーモードコールデコットとウェスレー派牧師である父ウィリアム賞コールデコットの強い反対を押し切って結婚最初の子供のエレノアクレアホイラーウォーレスは 1903年に随膜炎のため休止し、失意の中で彼らはロンドンに帰る。ウォレスはロンドンでデイリーメールで働き、同時に手っ取り早く稼ぐために推理小説を書き始める。1904年に息子ブライアン、1908年に娘のパトリシアが誕生。1903年にはそれまで知らなかった生みの母ポリーに対面60歳で、 末期的病状、貧しく、金を無心したが追い返され、ブラッドフォードの病院でその年の末に死去した。フリーイート街にある学。かつてここにある、デイリーメールで働いていた。ウォレスは、本の講演者を見つけられないため、自ら出版社、タリスプレスを立ち上げ、1905年に、スリラー、正義の4人を出版。郵便による宣伝で好調に売れたが、 最終的に経営は悪化し、デイリーメール経営者のアルフレッド・ハームズワースが彼、自身の新聞社への悪影響を懸念したために、ウォーレスは手を引かざるを得なくなった。ウォーレスの報告の不正確さが、さらに抽象を生んで、デイリーメールへ届けられてたことも、問題となる。1907年にウォーレスは解雇され、彼はその評判のために、どの新聞社も雇ってもらえなくなっていた。家族は、 破産に近い状態となり、妻のアイビーは生活のために宝石を売らざるを得なくなった。ウォーレスは1907年にレオポルド2世とコム会社による1500万人のコンゴ人が殺害されるという残虐行為を報告するためにコンゴ自由国を旅した。ペニー雑誌、ウィークリーテイルテラーのイザベル・ソーンはウォーレスの経験をもとにした連載物を依頼する。 これが1911年にサンダース・オブ・ザ・リバーとして出版されてベストセラーとなり1935年には同米で映画化されてポール・ロブスンをスターダムにのし上げた。以後11冊の同種の作品集を出版。それらはエキゾチックな冒険やその地の部族儀礼の物語でアフリカの川を舞台とし、ほとんどは恋愛もウォーレスの主張も含まないものだった。彼は 最初の28冊の本とその映画家券を直近の収入のために半券抜きで売り払った。1987年になって批評家のデイビッド・プリングルはサンダースの本はあからさまな差別主義のために現代ではあまり再販されることはないだろうと記している。1908から1932年までの間はウォーレスの生涯で最も多産な時期だった。 初期には主に、イギリスと南アフリカの再建者のために書いた。彼の成功は、ジャーナリストとしての評判を回復し、競馬会の記事を書くようになる。ウィークエンド誌、イブニングニュース氏に執筆し、ウィーク、エンドレーシングサプリメントの編集者となり、彼自身の競馬誌、バイベリー S、RE ウォルトン、S ウィークリーをはじめ、多くの競争馬を購入した。掛けごとで多額を失い、 その成功にもかかわらず浪費的な生活のために余裕は持てなかった。アイビーは1916年に最後の子供マイケル・ブレア・ウォーレスを産み、1918年の離婚を準備していた。アイビーは子供たちとタンブリッジ・ウェルズに移り、ウォーレスは彼の秘書で銀行家フレデリック・キングの娘セル・バイオレット・キングに接近した。彼らは1921年に結婚し、 1923年にペネロピーが生まれる。ウォーレスは資産のため1921年にホッターストートン社と販売権をバラバラに売る代わりに整理された出版契約を結んだ。これにより彼の本の印税と全方位的な宣伝キャンペーンを初めて手に入れた。彼らは積極的にウォーレスが中折れフェルト棒、パイプ、 黄色のロールス・ロイスのトレードマークで知られる有名作家、キング・オブ・スリラーであると宣伝した。彼の言うには7戦後語の小説を3日で書き上げ、3冊の本を同時に読み、出版社は彼の書いたものをすべて即時出版することに合意している。1928年にイギリスで読まれた本の4冊に1冊はウォーレスが書いたものだと言われた。彼は SF、 映画脚本、第一次世界大戦の、1十巻のノンフィクションなど、多くの分野にわたって執筆した。170冊以上の長編小説、18の舞台脚本、957の短編小説を書き、作品は28カ国語に翻訳された。批評家のホイーラー・ W ・ディクソンは、この、ウォーレスの作業量は、よく知られた、いくつかのジョークのネタにされたと指摘している。 1922年にザ・デテクティブ・マガジン氏の総刊号からに連載したフラットには一等賞金200ポンドの犯人宛て検証が付けられたことでも注目された。ウォーレスはロンドン記者クラブの会長となり、毎年優れた作品にエドガー・ウォーレス賞を贈った。小説リンガーの大きな成功の後、彼の作品の映画化権と引き換えに、 英国ライオンフィルム社の会長に任命された。契約により、英国ライオン社の株と固定額プラス利益の10%の収入を得ることになった。また、ウォーレスの長男ブライアン・イー・ウォーレスを映像編集者として雇用。1929年のウォーレスの収入はおよそ年5万ポンドだった。ウォーレスは当時他のほとんどの作家がアマチュア探偵を主人公にしたのとは異なり、 警察官を主人公にした最初の犯罪小説家だった。彼の作品のほとんどは独立したものでシリーズヒーローを滅多に使わず使う場合は本と本の間の連続性の必要な厳密なストーリーは避けた。1923年6月6日のエプソムダービーにおいて BBC の前身である英国放送会社でウォーレスはイギリス最初のラジオ向け スポーツレポーターとなった。元の妻アイビーは1923年に乳がんと診断され、主要の摘出はうまくいったものの、1925年に再発、1926年に死去している。1920年代半ばに、我々の中の病根と題して、ペドフィリアと小ビジネスの世界に関する論争記事を書いた。小ビジネス界の人々が、いかに気づかずに、 子供たちを略奪者にさらしているかを述べて、ペドフィリアを同性愛に結びつけ、出版業界と劇場モーグルのジェラルド・ド・モーリエを含む彼の多くの同業者を憤慨させた。電気作家のマーガレット・レーンは、これが当時の標準であったにせよ頑固で怒鳴りつけ、階段から蹴り落とすタイプのエッセイと述べている。ウォーレスは自由党の熱心な党員になり、1931年の 巨国一致内閣と自由党を拒絶した独立自由党の一人として、1931年、イギリス総選挙で、ブラックプール選挙区で戦い、自由貿易を強く支持した。またサンデーニュース誌を買収して、週刊公となるまでの6ヶ月間、演劇コラムを書きながら編集した。選挙は3万3千票を得て落選し、借金を背負い、1931年11月に、 アメリカに赴いた。その頃、ゲインズボロ映画社初期作成のトーキー映画、バスカビル家の犬の脚本も執筆している。ハリウッドに移ると、RKO 社の脚本手直しの仕事に就く。その後に脚本を書いた EN ザグリーンパックは高い評価を得て、さらに高いステータスに押し上げた。ウォーレスは彼自身の作品、正義の4人。 J.G. リーダー氏などを、ハリウッド映画化を望んだ。彼の異譜兄弟で、スタンリー・ホロウェイ付きの脚本家、マリオット・エドガーとも出会っている。ギャング・アル・カポネを描いた映画、オン・ザ・スポットは、脚本家としての最も成功したことを示す。構成、会話、アクション、プロット結末、いずれも20世紀メロドラマの中で最も純粋で、素晴らしい作品の一つであることは、 間違いないと称される。チャールズ・ロートンはカポネにあたるトニー・ピレリ役で俳優として売り出した。1931年12月にウォーレスは RKO からマリアン・シー・クーパーのプロデュースするゴリラ映画の仕事を依頼される。しかし1月末に突然頭痛に苦しみ始め糖尿病と診断された。状態は数日で悪化した。1932年、バイオレットは サウサンプトンを立つ予約をしたが、エドガーは、昏睡状態となり、両側肺炎を併発して、ビバリーヒルズのノースマップルドライブで2月7日に死去したという知らせを受けた。フリーイート街の新聞社オフィスでは反旗を掲げ、セーブリッジ協会で哀悼の鐘が鳴らされた。彼は故郷に近いバッキンガムシャーのボーンエンドに、葬られた。ウォレスは、その成功にもかかわらず、一部は、 南アフリカ時代からの多くは、競馬のためのかなりの借金を残していた。それから2年で、彼の業績による巨額のロイヤリティが遺産として残された。バイオレットはエドガーから14ヶ月後の1933年4月に、借金の返済を残したまま33歳で死去した。フリート街、エセックス街のエドガー・ウォレス・パブ・バイオレットは、ウォーレスの残した娘で、やはり推理小説と、 犯罪小説の作家となったペネロピに財産を与え、ペネロピは有力な株主で事前家となった。ペネロピは1955年にジョージ・ホールクローと結婚し、彼らは父の文学の遺産を管理し、1969年にエドガー・ウォーレス・ソサイエティを設立して、ウォーレスの財産を運営し続けた。この仕事はペネロピの娘ペネロピと名付けられたマイナスによっても続けられた。 ソサイエティのメンバーは20カ国に広がる。文学作品自体は、現在は AP ワットロンドン支部に管理されている。ウォーレスの長男ブライアンも、推理小説と犯罪小説の作家になった。ブライアンは1934年に、イギリスの作家マーガレット・レーンと結婚。レーンは1938年に、ウォーレスの伝記を出版した。エドガー・ウォーレスミステリーマガジンは、 犯罪小説、推理小説専門のダイジェスト版月刊誌で、1964から67年に35冊を発行。新作短編の他に、ウォーレス、アントン・チェーホフ、スタインベック、アガサ・クリスティなどの旧作が掲載された。160作以上の映画が、ウォーレスの作品から作られている。また、エゼックス街とフリート街で、ウォーレスの名前を付けられたパブがある。 ウォーレスはワックスシリンダーに吹き込んだものを秘書がタイプするという方法で執筆していた。これが彼が作品を量産し、また物語進行の力になったかもしれない。評価の高いウォーレスの作品の多くは、この方法で2から3日の間、何かアートンものタバコ、ポットのおかわりを繰り返す甘い紅茶とともに、缶詰にされてしばしば72時間以上ぶっ続けで、口述引きされた。 彼の小説のほとんどは連載物画だったが、この方法で執筆されていた。他の方法で各回ごとに執筆された。連載作品は物語のエネルギーが違っていて、読者がストーリーの波に乗りにくい。ウォーレスは口実してタイプされた後で作品を直すことは稀で、そのまま出版社に送られ、他の編集者によって肯定されることを激しく嫌った。会社は、 事実の間違いの形式的なチェックだけ言って印刷した。量産のためにゴーストライターを使っているという根拠のない避難も受け、不貧困について漫画や雑文でジョークの種にされることもあった。氷菓子がドアから巻き取ったような彼の3日本は高い評価を受けるものではなく、自身でも作品に文学的価値を求めなかった。1919年に ザ・ウィークリーニュース誌に連載した祝女回答ジェーンの冒険ではジョン・アンストルーサのペンネームを使っている。1922年にザ・グランド・マガジン誌に発表された3姉妹の大いなる報酬はその後単行本化されず当時オーストラリアの新聞に掲載されたものを21世紀になってファンに発見された。自身の愛読書について 翻訳権の交渉のため1928年に、投影した木村武氏に、ディケンズとリオンホイヒトバンガーを挙げている。ウォーレスのキャラクターは、自治クイーン、サンダーズのように、アフリカ植民地での白人至上主義を表しており、現代の目からは、根深い差別主義者でパターナリズムである。アフリカ人のこの観点のため、忠実な労働者を求める非常識人として、攻撃を受けた。 例えばサンダーズは50万人の人喰い人種に文明をもたらすと約束する。ジョージ・オーウェルはウォーレスを暴力来産者、ファシストの原型と呼んだが、多くの批評家は当時のマーケットに迎合したポピュリスト作家とみなしている。170冊の長編を含み5000万部以上を売り上げたウォーレスは全くの大衆迎合作家であり、忘れ去られた。リース。 アーノルド・ベネット、ドロシー・エル・セイヤーズは、ウォーレスが、社会批判も、破壊的な提案も全くしていないことを示し、読書界の善良なもの特別し、ウォーレスへの攻撃を導いた。トロツキーは1935年に、病床での回復時に、ウォーレスの小説を読み、凡庸、下劣、素や、認識の影も才能も想像力もないとみなした。 批評家のステイン・ブルーナーとペンズラーは、存在、決まり文句、平面的な人物造形、ありきたりな状況だらけ、直感と偶然に頼り、キレが鈍く、紛らわしい行動。ヒーローと悪人が色分けされていて、ユーモラスな、召使い、孫つく、警察官、正気のないヒロインといった字の通わない人物は、作品間で取り替えても違和感がない。と述べている。 粗雑な文体から、バーナードショーからは、チープリテラチュア、共産党の新聞からは、ショッカーといった悪評も受け、アメリカの俗語を多用するのも特徴だった。しかし、ザ・オックスフォード・コンパニオンズ・ザ・シアターでは、彼の作品で、犯罪記者としての修行のもたらした、尋常でなく正確なディテール、物語る、技術、警察の手法の内部情報、 犯罪心理学を示していると主張されている。だがウォーレスは他の多くのスリラー作家と違ってプロット表を使わず、口実方法を好んでいた。